こんばんは。今回はこちらの動画ではですね、ジュンジュンさんのですね、ブロード JJ についてのですね、お便りのについての動画になります。で、ブロード JJ の第3回目ですね、第3回目の、2019年の1月31日のですね、配信のブロード JJ で、読まれている、私のですね、お便りがございまして、そちらのですね、エピソード、裏話というかですね、ちょっと秘話をですね、お話しさせていただこうかなと思います。で、そちらのですね、紹介されているお便りがですね、ツイッター上で出したんですけれども、記載したんですけども、それがですね、ジュンジュンさんのお誕生日に出した、ツイートなんですね。ジュンジュンさんにお便りで。で、お誕生日のお祝いと、あと、もう一つはですね、YouTube チャンネル、まもなく1万人達成をお祝い申し上げますっていうことなんですよ。で、まもなくってあるじゃないですか。その時はですね、出したのが2018年の、12月8日、8日ですね。ジュンジュンさんのお誕生日の日なんですよ。その日に出したので、その日はまだ YouTube のですね、登録者数が1万人超えてなかったんですよ。なので、間もなく1万人登録をお祝い申し上げますっていうふうに記載しました。で、そのお便りはですね、ちょっと温めていて、何ヶ月か温めていて、で、おそらくですね、そのお便りを発表する、記載する、頃にはですね、だいたい1万人超えてるか、超えてないか、そのジュンジュンさんの YouTube のチャンネルが、1万人を超えてるか、超えてないかぐらいだなっていうふうに、予想していたので、間もなく、登録者数1万人、達成おめでとうございますっていうふうに記載するか、それとも、ついに1万人1万人登録者数達成をお祝い申し上げますっていうふうにするかって、この2案がですね、実はあったんですよ。で、私の心の中の金庫にですね、2つの案をですね、新元号案みたいですね、こっそりしまっといて、鍵して、こっそり置いておいたんです。で、もしその時点でですね、その12月8日の時点で1万人超えてたらこっちにしようみたいな。1万人超えてなかったらこっちにしようみたいな形でですね、どっちかにしようっていうふうに、決めてました。ということですね、このですね、お便りはですね、ちょっと裏話がいくつかございまして、裏回しでは秘話というか、大した秘話じゃないんですけど、いくつかございますので、今日はですね、登録者さんのですね、数の秘話でございました。ということで、ジュンジュンさんのですね、ブロード JJ のですね、リンク先をですね、下の概要欄の方にきちんと貼っておきますので、きちんとジュンジュンさんの方に、お戻しっていうか、飛ばしますので、分かってますから。で、そのブロード JJ が、2019年の1月31日ですね。で、そのお便りをですね、読んでいただいたのが、11分過ぎですので、そちらを着目していただければなと思います。ということで、今回はですね、ジュンジュンさんにお便りの、裏話、秘話でございました。こちらの動画は以上となります。失礼いたします。